このままやる？せーの、キラーン。こんにちは、リクゴッドとナナです。こんにちは。今日は何をするんですか？今日はですね、特に何も準備してません。僕ら最近 YouTube をちゃんと夫婦で始めて、質問コーナーもやったんで、ある程度僕らの慣れ初めだったりとか、慣れ初めだったりとかはいろんな人に知ってもらえたかなと思うんですけども、今日はね、僕らのことをみんなに伝えたい、プラス結婚してさ2年ぐらいになるじゃないですか。なので好きなものぐらい夫婦被るんじゃないかなと思いまして、今日はなんとディズニー好き夫婦だったら好きなものほとんど被るんじゃないかでしょう大会ということで、今日は僕が約6問お互いで好きなものを言い合う、発表し合うために持ってきたので、それをそれぞれ紹介していきたいと思います。まあ、もしかしたら本当につまんない動画かもしれない。6つとも同じで、うわ、え、これわかる、え、わかるで、次はわかるわかるで、わかるって終わってしまうかもしれないので、ちょっともしかしたら見応えないかもしれないですけど、それでは1つ目いきますか。1つ目、一番お気に入りのカチューシャ。じゃあ先持ってきて。チェンジ持ってきました。はい、じゃあせーのでつけましょう、うん、いっせーので。おお、一緒じゃんやばっ、え、運命じゃんやばっ、これでしょ。真似した、うん、いやこれだよね、やっぱりなんだかんだ一番かわいい。すご、今ちょっとドキッとしたわときめいた、ときめいたドキッとした、うん、どのぐらい頭の中でラララブソング流れた？流れた。いや、これはいいよね。まあ、でもさ、確かにさ、インスタライブとかさ、動画でも少しさ、やっぱなんだかんだこのカチューシャがいいよねって言ってたもんね。うん。いや、やっぱこれなんですよ。ちょっとね、このピクサーのこれと迷った俺は。思い入れがある、このカチューシャとは。特にこれと迷った。ああ、だからやっぱピクサーなんだよ。思い入れがね、あの時なんか狂ったように人生かけてたから。ね、ピクサーのグリーティングに本当に人生かけてたよね。うん、休みの日は絶対始発で行って、ひたすら整理券ね、並んでかどうか。まあでもね、戻る原点はここなんですよ。カップルでもミッキーとミニーじゃなく、まあミッキーとミニーでしたら可愛いんだけど、そうやっぱ俺らはこれだよね。うん、イエーマイソウルブラザー、イエーうわっさもうちょっとさ、結構いい感じだからこのままつけて動画撮ろうよ。うん、次、次は一番好きなフィギュア。多分うちの中には、まあ、ルームツアーもしたことあるのでフィギュアがたくさんあるんですけど、その中で一番お気に入りのフィギュアをね、これから持ってきてください。一つだけだよ、本当に。難しいね。難しいの、フィギュアがありすぎるからさ。お気に入りが多すぎる。お気に入りが多すぎるね。中でも一番のお気に入りを持ってきてください。これかぶったらどうする？かぶったら大体フィギュアの位置わかるじゃん。だからそこになかったらもう後に取り行った人はキュンキュンキュンって帰ってください。じゃあ先に僕が持ってきますね。はい、はい、持ってきました。じゃあ、ナナさんどうぞ。はい。では、いっせーのでまた、ここに置きますか。うん。いっせーので、じゃーん。まあ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 、これはね、それぞれの思い入れがあると思うんで、じゃあまずベルを選んだ理由から説明してください。このベルは、1年記念日にもらったやつです。かわいい。感想がいつも薄いって。嬉しい。楽しい、かわいい、妻のプーだよ。こんな感じだから、プーさんより喋れてないよ。プーさんもっと、かわいい、1、2、3、4って歌ってるのにさ、ヌナはさ、これ理由は1年記念日、かわいい、ママだよ、だけ。いや、まずこの顔がかわいい。まあ確かに、整ってらっしゃるね。うん、似てんじゃん。ほんと？嘘。なんかフィギュアって結構さ、あれじゃん。ああ、わかるわかる、うん。結構曖昧な感じじゃん。うん、確かに。でもこれは顔がめっちゃ可愛いのと。顔見せないと。ああ、自分の自分の。ああ、大丈夫大丈夫。細かいところまで。これも僕らが好きなエネスコのフィギュアなんですけど、やっぱりね、細かいね。一個一個ハンド。ね、俺の喋ってるよ。何見てんの見ちゃっていいじゃん。一個一個手作業なんで、やっぱ細かいですね。僕は
こちらのブロンズ像を選びました。まあ理由はね、これ買った時の記憶ってさ、もう昨日の記憶のように覚えてるでしょ。覚えてる。ね、2人でさ、お金もなく、なんてもう本当に俺かミッキーかみたいなさ、感じだったでしょ。そのぐらいの時なんで、まあ今は僕一択なんですけど、まあその時だったからさ、どうしても欲しくて、でもお金もないけど、どうしようってなってさ、本当にボンボヤージュ、ボンボヤージュで買ったんですけど、ボンボヤージュでもう1時間ぐらい悩んでたよね。で、金額も1万6000円と、まあそんなに、買えなくはない。そう、買えなくはないんだけど、当時の自分らからしたら、給料全部ディズニーに使ってたし、突然1万6000円パンって払うの大変だったから、めっちゃ悩んだ末に買って、その日から家宝になりましたね。で、その時のさ、家覚えてる？小さかったからさ、置けなかったんだよね。で、箱のままさ、ずっとさ、何ヶ月か置いていてさ、引っ越して、ドンと置いたね。迷った、これも。まあこれはね、カホ、なんかもう、ね。うん、思い入れがありすぎるよね。いいよね。やっぱ、ウォルトさんがさ、原点じゃん。だからもう、ウォルトさんっていうのが。東京ディズニーランドにあるウォルト像の、あの、ブロンズ像の何百分か何十分の1スケールのやつだからね。うん、もう、だから、うちらディズニーみたいなもんよ。そうそうそう。ここもう、はい、ここに置いたらもう、はい。まあ、そっちの、ほら、ジャングルクルーズ、ほら。こっちスペースモンテンあるよ、ほら。ここシンデレラジオ、シンデレラジオ、ほら。シンデレラジオ、ほら。あ、シンデレラジオ。あ、私シンデレラジオね。じゃあ、俺。あぶ、まあ、ここは合わなかったけどね。まあ、ここは夫婦間のこう思い出を話せたので。じゃあ次は、好きな本。本。本。ディズニーの？そう。ディズニーで買ったのでもいいし、本屋さんで買ったディズニーの本でもいい。何でもいい。もうディズニー関係だったら何でもいいので、それをじゃあそれぞれ持っていきましょう。はい。じゃあ、持ってきたので、一斉ので出しますか。はい。一斉ので。一緒？一緒っていうか真似された。これね。そう、これね、ディズニーランドで買った。まあ普通に売ってるのかな。売ってんじゃない、わかんないけど、俺らなんかディズニーランドで買ってる、うん、これはなんかディズニースケッチブックっていうやつで、じゃあ1ページだけだったらいいかな。ああ、いいよいいよ。なんかこういうディズニーのアニメーションのなんだろう、スケッチか。ねえ、話すの下手だぞ。こういうディズニーのスケッチがあるよ。で、これとかは野獣の原点みたいな、なんか野獣の原点っていうかさ、最初の初期設定とかさ、なんで野獣の原点とか、ほなの、どうなんよしか言えないの。本なので、もう全部は映せないんですけど。結構面白いよね。うん。このキャラクターってもともとこういう絵だったんだとかさ、初期設定が分かったりとかね。あとは、あの、買った時に思ったのは、こうなんか、広げて、どこかのページで。ああ、そうだね。なんかこう、飾る？それ言ってたよね、ずっと。うん。これだけでも可愛いよね。うん、なんかさ、おしゃれなさ、曲流してさ、これだけ置いてあってさ、で、友達とか来てさ、まず手に取りたいような本でさ、こうやって開いてさ、トム・リドルについて教えてくださいの、no、でも見せることはできます。トゥートゥートゥー、ぜひ書店だったりディズニーランドに行って会った時は買ってみてください。また揃ったね。また揃った。あ、また揃った。考えてる子やって、お願いお願い、こうやってやって、こうやって。嫌だ。ねえ、一緒にやろう。嫌だ。こうね。ねえ、やんないからもう進もう。そして4つ目、4つ目は好きな歌。難しいね。あの、歌もたくさんあるじゃん。パークの中のこの BGM がいいとか、ディズニーの歌のこの曲がいいとか、たくさんディズニーっていうと大きな括りになってしまうので、もう全部の括り、もう何でもいい。自分がディズニーだと思えばいい。この曲聴くと元気出るとか、ね、この曲好きだわっていうのを言いましょう。いっせーので、セットイトーフ。何それ。ディセンダントの曲で、オールニューワールドとかビューティー&ビーストも思ったんだけど、まあ好きだよ、それも。好きなんだけど、こう、思い入れがあると言ったら、ディセンダント1のセットイトーフ。大学時代に友達もいなく、家に帰ってディズニーチャンネルしか見ることのなかった約3ヶ月間。あの3ヶ月間はディセンダントを見まくって、この曲を聴くと、あ、一人じゃないんだと思えた自分がいた。君は？なんかプロポーズの時の動画とかで、アラディンとジャスミンの格好してたから、うん、なんかその動画を作る時にめっちゃ使ったから、まあそれとビューティー&ザビーストもめっちゃ使ったし、プロポーズの時もその後使ったじゃん。うんうん、まあ、歌ってね、いいですよ。難しい。でも難しいし、一個に絞るのは難しい。いろいろありますけども、もう総合しているのがディズニー大好き。
次が T シャツです。ディズニーで買ったのでもいいし、古着でも何でもいいです。 T シャツを持ってきてください。好きな T シャツ、はい、じゃあ持ってきたので、いっせーので出しますか。いっせーので、じゃん。これね、超気合入ってたよね。気合入ってた。絶対に何が何でも買うんだったよね。なんかこれが結構高い古着で、でもどうしても欲しくて一回帰ったんだけど、また買いに行って諦めきれずに、ね、これはもうビッグサイズなんで、なんかワンピースみたいになっちゃうんですけど、インしたりとかダボダボの服着るときに着たり。これよく着てるよね、うん、だって可愛くない？このミッキーのさ、そう、なんかもともとこれ買うときさ、着れないねって言って、でもなんか鑑賞用でここだけ額に入れてみたいに言ってたじゃん。そのぐらい可愛いお気に入りです。では最後です。最後は一番今大切なもの。今別に大切なものでいい。今パッと思い浮かんで、ああこれなくなったらダメだなっていうもの持ってきてください。では最新持ってきます。はいはい、はい、ってか難しい。難しいね。全部大切すぎて。ああ全部大切だけどね。今なくなったらもう悲しいものを持ってきてもらいました。では最後この動画を締めて終わらせましょう。いっせーので、ぬいぐるみね、お互いにね。まあそういうことですよ。僕らは、まあ、大きな部類で言ったら揃ったね。そうだね。いえ、まあ、なぜ亡くなったから悲しいかというと、このプーさんがいないともう最近寝れない。でも起きたら床に転がってるよ。いや、そういうこと言わなくていいよ。でもこのプーさんはなんか抱き心地がいいみたいな。ね、そうそうそう、なんかねぎっしりしてる。そう、人のプーさんに出てくるぬいぐるみのプーさん。私はこの特大なソーサラーの、これは半年記念日の時にそうですねもらったんだけど、まあもともと話してたんだよね、これ欲しいみたいなね、うん、でまあ2人で買おうかなって思ってたんだけど、まあ、それより先にミッキーの足に名前と記念日が書かれてて、まあ、世界に一つ。そう、今は売ってないけどディズニーストアで当時ネットからだよね確か、メッセージと名前と、まあ、日付だったりとかそういうの入れるこのミッキーが売ってて、半年記念の時にプレゼントしました。大切だってさ、なんか家族、お花お花ナナとリクとミッキーとスティッチ、お花ということで、まあ3年以上経つ夫婦ですけど、やっぱりね揃うところは揃いますし、そんなところがみんな違ってみんないい。どうでしたか今日の僕の持ち込み企画は。楽しかったですか。楽しかった、ね、感想、具体的な感想をお願い教えて。具体的に、うん、改めてうちにはいいものがたくさんあるなと思ったそこじゃないって夫婦愛ということで、今日も動画ご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価お願いします。 TikTok Instagram のフォローもお願いします。では、せーの、バイボー。